どうも、ふなそんです。まずはね、こちらの、QR コードの方からね、私の公式オンラインサロンの、登録ができる QR コードになっております。こちらの方ですね、月額980円ですので、ぜひともですね、ご登録の方よろしくお願いします。はい、今日はね、撮影のね、事務所に来てるんですけれども、ちょっとね、感じが違うっていうね、ちょっとオフで撮らせてもらってるんで、今日はこんな感じで、まあ、あんまり気にしないでください。で、最近ですね、ここ本当に1週間ぐらい前ですかね、常念司さんがね、MMT 嫌いの常念司さんが、ね、独自のチャンネルを立ち上げられてですね、おめでとうございます。で、まあ、ここからね、ますます活躍されるんだろうなというね話なんですけれども、でもね、その MMT 嫌いはもういいと。でもね、それをね、過度にね、ルフして、でそれをね、潰そうとするね、そのまあ行動とかで、はたまた、まあ、ちょっとね、常念さんのその考え方っていうのも、ここが違うよっていう部分がやっぱりあるわけですよね。でこれはね、やっぱりあまりよろしくないなと。で常念さんのね、おっしゃってるね、リフレ派というね考え方っていうのは、経済をね語る上ではまあ切っても切り離せないというか、確かにね、三橋さんとかはリフレ派は古典派経済学、ね、主流派の派生やから、どっちかって言ったら我々と全然違うんですよみたいな話をされるじゃないですか。僕はね、あの分断の仕方も僕はあんまり良くないと思ってます。っていうのが、リフレ派の考え方っていうね、そこも考え方としては、正しい部分は多いですからね。はい、なのでケインズ経済学っていうのは、ベースとしては持ってますから。はい、なので、まあ、考え方としてはね、その、まあ、金融政策理論に振り切ってるのか振り切ってないのかっていうぐらいの差なんで、だからね、分断するのは僕はどうなのかなという気はしてます。で常念さんのね、チャンネルご覧になられた方もね、たくさんいらっしゃると思います。でもね、私の動画にね来られてる方は、多くの方がね、やっぱりね、リフレ派ではないし、古典派経済学でもないですよね。はい、だからこそ、まあ、いわゆるですね、まあ、ラーナーの機能的財政論的な、ね、部分が一番強いと思うんですけど、でも皆さんがね、まあ、この経済の中で入ってきているのは、おそらくですよ、まあ、藤井聡先生、中野武先生、三橋貴明先生が、言ってる MMT っていうね、そのカテゴリーから入ってきてる方多いと思うんですよ。はい、だからこそリフレ派の考え方とかっていうのが、まあ、いまいちわからないっていう方もね、いらっしゃると思います。なので常念さんのね、チャンネルね、ご覧になられた方とかも、違うよっていうのはね、言えると思うんですけど、具体的にここがこうでこうで、だからこういう風に違うんだっていうことをしっかりとね、言える方はね、そう多くないと思うんですよ。で、じゃあ多くないということは、じゃあまあなんか抽象的に批判しといたらいいのかって、そんなことないじゃないですか。だからこそね、この常念さんの今回のね、この動画で、今更聞けないリフレ政策ということで、皆さんリフレ政策について結構誤解してる人が多いと思うんですよね。まあ、リフレを非難する人が結構リフレ政策に関してね、ありもしないことをいろいろ言ってるので、まあそういうのをネットで拾ってね、騙されてる人も多いんじゃないかと。で、まあリフレ政策とは何かということで、まあ簡単に申し上げるとですね、変動相場制の国においては、金融政策がめちゃめちゃ効くよって、まあ要はそういう話です。はい。以上。で、金融政策がいろいろの方が結構効くよっていう、まあ話なんですけど、じゃあ金融政策って何って話なんですけど、お金の量を増やすか減らすか。お金の量の増減っていうのが、結構ですね、経済には大きな影響を及ぼすと。ね。で、これ最初に言いましたけど、変動相場制の国においては、
変動相場制の国においては金融政策、お金の、増減ですね、お金の量が増えるか減るかっていうのはすごく効きますよって話なんです。固定相場制の国はね、これ当てはまらないんです。どれぐらい効くようになったかというとね、金融政策のサポートなしにいくら財政的なばらまきね、公共事業やったりとか、まあ、給付金配ったりとかしてもほとんど効きません。で、なんかネット上ではね、マンデルフレミング効果は存在しないということは証明されたとか言ってるやついるんですけど、もうそれでほとんどね、UFO の存在が証明されたくらいの、もうむちゃくちゃな話です。麻生内閣の時の円高っていうのは典型的なマンデルフレミング効果です。で、やっぱり金融政策のサポートがね、ダメなんです。で、金融政策のサポートってのは何かというと、ある程度お金を吸った状態で、ね、まあ要はその実質的な金利が安い状態で財政政策をドカーンと打つと効きますよと。まあ、その財政政策ってのはいろいろあるんですけど、なるべくね、みんなの懐があったかくなるような財政政策をした方がいいんですけど、ちょっとね、財政政策は利害関係者もね、難しいんですけど、お金をするのは簡単ですよね。物価上昇率が 2% になるぐらいまで徹底的に加熱すればいいんですよ。ね。で、これをやって、なおかつ、政府がですね、ばらまきやれば非常に効きますよと。まあ、最悪、金融政策だけでもかなり効きますよというのが、まあ、これ、リフレ派の考え方です。で、雇用も大幅に改善しまして、確か、雇用者数ですよね。今、アベノミクストータルで400万人ぐらい増えてんじゃないかな。なんだかんだで。これすごいですよね。で、この件に関してね、この間ね、去る実業家の方ね、まあ、ちょっとパーティーでお会いした時に、ジョネさん、実質賃金が減ってるってこと大丈夫なんですかって聞かれたんで、ああ、やっぱみんな騙されてるんだなと思ったんですよね。実質賃金っていうのはなんか私たちのこの、正味の手取り賃金みたいな風に皆さん勘違いしてるんですけど、あれ違いますよ。実質賃金の計算式っていうのは平均賃金割る物価ですからね。この平均賃金ってのはクセモノなんです。景気が良くて雇用がめちゃめちゃ増えてる時って平均賃金下がっちゃうんですよ。なんでわかります？このデフレの中でも職を得て働いてた人って結構給料いいですよね。で、そこに新規の雇用者がバーッと入ってくるわけですよ。そうすると新しく入ってくる人っていうのはこれ給料が安いですからね、雇用者数は増えてるんだけど全体の賃金は下に引っ張られちゃうわけでも、景気いいんですよ。めちゃめちゃ新規採用増えてるんですから、景気めちゃめちゃいいのに平均賃金下がっちゃうわけで、それを物価で割り戻すわけですよ。ね、で、その物価で割り戻すって言っても、新規採用がドカーンって増える時って物価ちょっと上がり気味なんですよね。だって物価が上がるからね、もっといっぱい生産しようと思って、ね、人足んないから人雇おうってなるわけですから。だから平均賃金も下に押し下げられて、物価はちょっと上がり気味って時に計算したら、それはね、実質賃金って下がっちゃいますよ。だけど実質賃金が下がる時って大体景気がいい時なんですよね。はい。その新規雇用がドカーンって増えるわけですから。だから個人で考えた場合は誰も損してないんです。今まで失業してて給料ゼロだった人が給料プラスになるわけでしょ？ね。で、もともと給料高かった人は給料ってそんなに下がらないですから、誰も損してないのに、実質っていうマジックナンバーで見るとね、物価で割り戻す、平均賃金を物価で割り戻すって操作をすると損したように見えると。ね。で、その実質賃金という響きの誤解を使って、アベノミクスで全然豊かになってないとかプロパガンダを一生懸命やってるんですよ。立憲民主党とかその周りにいるね、なんか経済学勉強したことない弁護士みたいなのがいるんですけど、それ一生懸命やってるんですけど、全部デタラメですよ、これね。はい。まあ、それで、皆さん、一般の人はそれ、その実質賃金って言葉に引っかかってないので、実際に安倍内閣の支持率も高いし、安倍内閣になってから、まあ、自民党6連勝ですけど、まあ、それは景気がそんな悪くなってないし、みんな実感として、あ、給料上がってるなと思ってるからなんです。ね。とにかく金融政策をやらないと、財政政策も効かねえし、ね。金融政策をしっかりやって、物価をですね、望ましいレベル。まあ、大体年率 2% ぐらいのインフレ率ですよね。この辺にコントロールしないと、失業率も増えちゃいますよ、と。ね、なぜかというと、失業と物価上昇率には逆相関の関係があるんです。物価が上がると失業減るんですよ。物価が下がると失業上がるんですよ。で、失業率が増えるとこれね、国民の死に直結しますからね。失業率と自殺率っていうのは非常に強い相関関係があるので、失業率を増やすってことは日本人殺してるのと同じことです。ということで、まあ今更聞けないリフレの話、まあ非常に単純なところですけど、変動相場制の国においては、金融政策が効く。ね、これがメインエンジンです。で、サブのエンジンが財政政策。ね。で、その他の政策は3番目と。ね。要は、強火、中火、弱火みたいな感じで、金融、財政、その他という感じなんですね。なんで、MMT みたいなね、まあ変な、まあその、大胆なとあえて言いましょうか、変なって言います。大胆すぎる、もう世の中ぐちゃぐちゃになるようなああいうことやらなくても大丈夫なんですよ。MMT はね、何が問題かというと、金融政策軽視してるんですよね。中央銀行は金利を一定に保てば、あとはやること何もないみたいな。これ昔の日銀理論なんですけどね。まあ、そのちょっと日銀理論についてはね、また次の動画で詳しく解説できればと思いますので、まあ、今日はですね、標準的なリフレ政策について説明してみました。ジョーネンさんのね、動画の中でね、やっぱりね、MMT をこき下ろすような言い方をされてます。
で、ジョーネさんがご本人のチャンネルで一番言ってたことはね、変動相場制において金融政策はめちゃくちゃ効きますと、このポイント一番押してると思うんですよ。で、だからこそ今こそ金融政策をもっと吹かさないといけないという話なんですね。じゃあこれ、変動相場制において金融政策は効く、だからこそもっともっと日銀は金を刷らないといけないというこの理論をどういうふうに考えたら分かりやすいかっていうのを、ここからね、ちょっとね、何回かに分けて皆さんに極力ね、噛み砕いてね、経済学的な話を分かりやすく解説してですね、理論武装していただこうと。で、常連さんはね、この世の中にマンデルフレミングモデルなんていうのは存在しないと言っているやつがいるけれども、バカなのかって言ってるじゃないですか。反対側でね、三橋先生とかはクラウディングアウトなんかこの世の中には存在しないと、だからよってマンデルフレミングモデルも存在しえないとおっしゃってますね。もうバチバチですじゃないですか、バチバチじゃないですかね。じゃあこの辺の、じゃあマンデルフレミングモデルって何なんだとか、クラウディングアウトって何なんだね、この辺もね、ポンポンポンってね、なんかなんとなく分かった風味でね、こう、まあどっち派とか誰々を批判ね、僕これもあんま良くないと思うんで、だからこそこの辺もね、この辺を特にね、分かりやすく、お伝えできればなと思いますんで、まあこっから、3回ぐらいかなに分けて、ちょっと解説していきますんで、これでね、常連さんのチャンネルに行って何を言っているのかもね、めちゃくちゃわかると思うし、まあ常連さん以外でもね、めちゃくちゃわかると思うし、で、これからね、何か否定するも修正するもね、何も、まあこういうね、考え方をベースにね、まあ見ていって発言して、ルフしていっていただければなと思いますんで、ぜひね、こうご期待ということで。ということでね、本日のね、動画が面白かったなとか、ためになったなと思っていただけましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あとですね、私の Twitter アカウントの下の概要欄に載ってます。そちらの方からね、ぜひともフォローの方もよろしくお願いします。ということで、本日はこの辺で失礼します。